キャリボの話していいですか。ツイッターでも言ったんですけど大きな違いってジャスガからのリターンが高い、しかも距離が長い。この足の長さ、龍拳とかだとこの距離でジャスガ食らっても正直なんもない。まあ小足くらって中足くらって、いやまあ小足も届かんからな、この距離届かない、大足ぐらいよ。距離でごまかそうとする着地はあんまり良くない。まあパルテナ使ってるんだったら、あもうこいつ浮かされて着地きついなって思ったら、多分空前とか空中後ろで攻撃するんじゃなくて、多段技で空 N ダダダダって降りるのが多分正解。ガーキャン自体は多分倒す策はそんななくて、多分マイナス中とか、まあ、せいぜい上 B ぐらいだけど、多分下ためも多分無理だから本当に着地きついなって思ったら単発の空前空中処理じゃなくて多段技とか、まあ密着でなんかやった方がいいなっていうのは思いました。どうせジャスがやられるから。テリー側の着地狩りで安易になんか距離離れてるからとりあえず技振るかみたいな感じで振ってると下気を食らうから最悪。まあ、撃水拒否ともつながるんだけど、やっぱ斜め上に技ないよな、こんぐらいよ、空中後ろ1点読みぐらいしかないから、やっぱ大腕待っとくのは大事やなとは思った。空前とか高パーで食らったところでね、何も痛くないしな。着地するぐらいだったら、まあ距離とか稼げないで着地するぐらいだったら大上で一生待った方が撃墜拒否ができるな。まあパルテナだったら素直に上 B で逃げた方がいいっていうのはある。そう、ね、大上に逃げるとか、なんかスマムラとかすごい立ち回りやすかったんだよな。距離取れなかったら反対側行きますって。で崖を上がる方法、崖強いんですよ。そう、崖をメテオで死ぬのが最悪だから、 40-50% でこうやって回避、ジャンプした後にテリーが大ジャンプ空前とか空 N 置いてる時に一番リターン取りたいのってこれなんですよ。空 N 空車、これが倒せるだけだから。これ通したいってなったら、この大ジャンプした時点で前歓声つけなきゃいけないんですよね。この時点で、この時点で回避上がりを狩るような空 N は置けないんですよ、大ジャンプしてたら。なんで回避はありです、このチョップを見た瞬間に。あとね、崖つかまり何が当たるか把握しましょうと、キャラによって。パルテナ当たりません、クーマ以外、これだけ気をつけるわ。でもこれ食らったところで死ぬことないから、基本的に様子見で安定なんですよ、パルテナの場合は。なんかタックルとか当たるキャラはもう崖ゲロきついんだけど、下強とかきついんだけど、何も当たんないから、基本的にパルテナはテリーの動くのを待っとけばいい。だからテリーが諦めて一旦引いた瞬間とかにジャンプをすればまあいいのかなとは思ったね。ジャンプしてるんだったらいつか空 N じゃない、空上か回避を通せばいいし、崖奪いしてきたらそれは考えるわ。逆にそれはただの読み合い、向こうが崖を捨てる読み合いだからしょうがない、向こうも捨ててるから。その場はない、その場はいつの時代もない。ジャンプしてたら回避で
それ以外のタクはわりかしジャンプが安定な気がしなくもない。下強な、これきついな。キャラによっては多分崖離した瞬間に当たるから、この連打が一番きついな。崖上で龍拳と違ってさ、なんか上に上がるせいでさ、ここなんかここら辺で当たってさ、なんかキャラが登ってきて撃墜するみたいなのあるよね。これね、これきついよな。なんで登ってくんねん。これが一番きついな。おい、やりたくないけど、持たざる者はやらざるを得ない。持たざる者は、やるしかない。ピチューの横強と一緒だから。これ多分諦めだわ。これは。これに至っては。噛み合ったら死ぬ。ピチューの横強と一緒。なんならさ、多分回避性能悪いやつだったらさ、回避登りも多分枯れるんだよな、この下強。当たるな。なるほどね。当たるんですよね。つまり、攻撃だ。攻撃しかない。大抵のキャラ多分、この、足長いから、下強の、引っかかるから、大抵のキャラ、多分ルカリオぐらい長くないと、ルカリオとかキャプテンとか、回避が相当長いやつで、ようやく OK ぐらいじゃない？あとは姿勢。起き上がった時の姿勢がいいとか。解散。まあ死なないからいいって考えならまあいいかもしんないけど、確かに死なやすの考えで回避通すのはありっちゃありかもしれん。あ、フィットレぐらい。あ、フィットレは大丈夫そうだわ。なんか体なかった下強の時に。飛んでる飛んでる、多分当たんねえわ。前転しとる。やっぱ捕まり状態にそもそも当たんないキャラが神だな。そしたら当たんなそう、こいつも。崖つかまりにそもそも下強が当たんないキャラは本当に恵まれてるわ。なおさら俺パルテナで行った方がいい気がするな。インクリングの崖弱すぎて多分死ぬわいつか。このこれクソ強いじゃないですか。これなんで当たんねんって感じだけど、なんで崖離し崖ジャンプから空前当たんねんみたいな感じなんだけど、これね、待ち方いろいろあるんですけど、まあガードからちゃんと大ジャンプ攻撃で反撃取るのを意識するか、ガードしながらね、しゃがむのもありっす。ただしゃがんでたら普通にこういう攻撃対応できないから、まあしゃがみ見せつつガード意識多めみたいな感じかな、多分。まあでも他のモーションわりかし言うことないんだよな。わりかし分かりやすい方だから。結構ね、その場とか攻撃とか回避のモーション、これは凡なんだよな。なんかわりかし見やすい。なんか空前当たらない位置でその場もつかめるっていうのがベストだったんだけど、残念ながらなさそうだが、パルテナなら。いやでもこんぐらい離れてないと前歓声つけたら当たっちゃうよな。もうちょいか。いや当たるんだよな、これ多分無理だな。こんぐらいか。これつかめたらもうパルテナが本物つかめる。